吉田との発見動画チャンネルです。ここは町田市のバスターミナルです。町田市の場所は一番中心にこの町田バスセンターとなります。ちょうど小田急の下になりますが、こちらはこの JR の取ったところで駐車場の一番下の部分になります。このかなり大きなスペースとして、ここからバスが出るもの、あるいは共通してスタートするものもあります。ここを一旦出てバスセンター経由でこの町田市内のそれぞれのところに出るものもあります。朝の時間帯、非常にこの使用するケースが少なくなっておりますので、今現在町田市役所予定地にあります観光バスの発車場をこちらに移すという予定になっております。朝の時間を利用してこの場所から観光バスが発着するようになるわけです。現在のこの空き地のところから発車をするよりははるかにスムーズな発車になるだろうと思います。本来は将来的にはここがこの2つの軌道を持った形になるべきなのか、なかなかこの町田市の駅の中心街の構想上難しくなっていると思います。私はこの全部の起点がこの町田駅にスタートするのではなくて、周回をするような路線が本来ならば望ましいのではないか、 A 地点からこの町田駅を通って B 地点に行くというようなルートの方が本来はいいだろうと思います。一つの循環型の形態ですが、残念ながらそうなっていません。今はここは将来的にはこの時間、この市役所建設が本格化すれば、この場所に観光バスが移ってくるということをご案内いたしました。この向こう側が JR の線路になります。終わります。